はい、それでは21番のところから確認していきたいと思います。360をできるだけ小さい自然数で割って余りがなく小が自然数の平方になるようにしたい、どんな数で割ればいいかっていう問題なんですが、この360っていうものを素因数分解して、あとは、その半端なもの、2乗になってないものを割ってあげればいいと、まずやっていきたいと思います。360っていうものを、素因数分解していきます。360を2で割ると180、そして2で割ると90、そして2で割ると45、3で割ると15、そしてもう1個3で割ると5となります。なので素因数分解をしてみると、2と3と5のこの組み合わせですね、これを360を素因数分解すると2の3乗かける3の2乗かける5っていう形になります。そうするとこれ全体が2の2、なんかの2乗になるようにしたい、自然数の平方っていうふうに言っているので、まず2乗になっているものっていうふうにまとめてみたいと思います。そうすると2の3乗だから2の2乗かける2っていうふうに分解、そして3の2乗とあとは5、今回は2乗になっているのは2の2乗そして3の2乗、2乗になってないやつは2と5ですね。そうすると今回何かで割って、この全部2乗の形を作りたい。邪魔なものってどいつかっていう話です。邪魔なものはこのかける2とかける5、この2つですね。なので外からこの2と5を割ってあげれば、消してあげれば2の2乗と3の2乗だけ残るね。なので今回の答えとしてはこの2かける5で割ってあげる、つまり答えは10で割るということになります。2510ね。 OK ですか？しっかりとこの平方になるときにかけたり割ったりするっていうことを、考え方マスターしてね、問題どんどんたくさん解いていってください。それでは、例題の22番の方に移ります。はい、それでは例題の22番一緒に見ていきたいと思います。今回は括弧の1番から3番まで書かれている問題を文字式で表すということです。括弧の1番、1冊 X 円のノート3冊の代金、X 円が3冊なんだからもう答えいきます。 3X 掛け算してあげれば全部代金いきますね。括弧の2番も50円の切手が X 枚、1枚2枚3枚だったら50円100円150円という形で掛け算でいけますね。だから、50円が X 枚だから 50X って掛け算してあげてください。少なくともね、これ苦手な人は3プラス X とか50マイナス X とかいろいろとね違ったこと書いたりするかもしれませんが、1枚の時、2枚の時、3枚の時って、いくらになるかな、その時何算したかなっていうふうに考えてあげると分かりやすいと思います。では、3番目です。1個130円の菓子 A 個を100円の箱に入れてもらった時全部でいくらですかって話。そうすると1個130円っていうふうに言ってるので、それを A 個買いましたと言ったらここの部分で 130A、ね、130円を A 個買いました。そして100円の箱に入れてもらう、ここは何かっていうと箱代ですね。箱代1個を箱入れるだけなのでここの部分で100円と、これを合わせて全部の代金という形になるので130A+100、これで OK ですね。それでは、続いて23番いきます。はい、それでは23番一緒に見ていきましょう。はい、定価 A 円の品物を定価の 20% 引きで買った時その値段を文字を使って表してくださいという問題ですね。今回気をつけなきゃいけないのはパーセントの処理です。20% 引きっていうふうに言われているので、いくらで買ったのかっていうふうなお話。 20% を引くと残り何パーセントですか。なかなか、数学が苦手な人出てこない人多いかもしれませんが、そのものの自体を 100% として捉えて、20% 引きなんで買ったのは全体の 80% の値段だということになります。これを小数で表すと 0.8、 分数でももちろん OK なんですがね、20% で買うって言われたら 20% なんだけど、 20% 引き、引いた値段で買ったってことは 80% の値段っていうふうに変えなきゃいけない。はい、それで定価の値段、元々の値段 A 円だっていうふうに言ってるわけだから、今回この実際の買った時の値段は0.8 かけるものの値段なので、省略して 0.8A っていう風にしてくれれば OK ですよって話。 OK ですかね。ここのね、この考え方、しっかりと考えれるようにしといてください。
それでは、続いて24番いきましょう。はい、それでは24番いきたいと思います。括弧の1番から3番までは、道のり、速さ、時間に関する文字式の問題です。なので、しっかりと関係式のところだけね、ちょっとこっちのように書いていきますが、みはじっていうのがありましたね。道のり、速さ、時間。これを、文字式を使った時にどういう風に表していくのか。ここを間違うとね、文字式の答えというところもぐちゃぐちゃになってくるんで、しっかりとね、マスターしていってください。さあ、まず括弧の1番。XKM の道のりを2時間かけて行った時の速さを聞いてます。なので、速さを聞く場合は、時間分の道のり。道のり割る速さです。道のり割る時間ですね。なので、道のりは XKM。そして時間っていうのは2時間。なので、時間分の道のりだから答えは2分の X。これで OK です。いいですかね。じゃあ続いて括弧の2番。12km の道のりを時速 A km の速さで進んだ時にかかる時間。時間を今回聞いているので、速さ分の道のり。速さっていうのは A km、時速です。そして、道のりっていうのは12km。なので、A 分の12。これで OK ですね。上はこうですね。はい、じゃあ3番目。時速 6km で X 時間歩いた時の道のりって言ってます。道のりを出す時には速さかける時間ですね。こっちかけるです。速さかける時間なので、6km で X 時間だから、6×X、6X。これで OK ですね。じゃあ続いて25番、行ってみましょう。はい、それでは例題の25番です。1回目の得点が A 点、2回目の得点が B 点、3回目の得点が C 点。A、B、C っていう風に点数を取ったとき、この3回の点数の平均点を文字を使って表してくださいって言われてる問題です。はい、平均点っていうのは、合計を、すべての、人数、もしくは、回数で割ってあげれば、これで平均点が出ていきます。なので今回は全部で1回、2回、3回っていう風に3回分行ってますね。そして得点は A 点、B 点、C 点なので、今回は A と B と C、これが合計っていう形になってきます。そして人数もしくは回数っていうのは全部で3回分だから、3分の A プラス B プラス C、これで終わりということになります。OK ですかね。では、続いて26番いきます。はい、それでは例題の26一緒に見ていきましょう。今回は文字式の中に、数字を代入して、答えの方を値求めていくやり方です。はい、まず今回の X イコール3の時っていうお話なので、しっかりと問題を見るときね、条件っていうのをしっかりと見ておいてください。今回は X に3を代入するっていうことですよ。はい、なので、括弧の1番の X プラス2の X の中に3を入れる。つまり、3プラス2っていう話です。だから答えは5。終わり。これだけの話です。代入していくっていうことね。はい、括弧の2番。なので、2×X だから、2×3 マイナス1ということ。なので、6マイナス1で答えは5。これで終わり。さあ、3番。X の2乗ってことは、X×X。つまり、これは3の2乗。答えは9。終わり。これだけですね。はい、4番目、X の中に3を入れるから3分の27にしてくださいということ。なので、約分すると答えは9、終わり。いいですかね。じゃあ、どんどん進めていきましょう。次は例題の27番です。はい、それでは例題の27番見ていこうと思います。はい、A イコール3の時って言われてるので、必ずね、問題文のところだけよく見るようにしてください。はい、2括弧 A プラス3、マイナス A マイナス2。この値を求めてくださいと言われてます。さあ、さっきの問題だと、これをすぐ代入して答えっていう風にいけたんだけど、今回この先に A の中に、まず数字をドンって入れてしまうと、結構ね、めんどくさいことになっていきます。なので、基本的に代入する問題は、先に文字は文字、数字は数字でまとめてから最後に代入してください。なので、こっち側の方矢印引っ張ってね、最後に代入っていう風にちゃんと書いておいてください。じゃないとややこしくて、計算ミスの元になるんで。はい、そうすると 2×A プラス 3 マイナス A マイナス2、こいつを、しっかりとまとめていこうと思います。まずこの2って前に出てるやつは後ろに
掛け算でかかっていきます。そして気をつけなきゃいけないのはこのマイナスカッコってなってるので後ろの部分も符号が変わります。なのでこれを分配していくと、まず 2a、 そして 2×3 だからプラス6、はい、後ろは符号が変わりますよ。マイナス a、 そしてマイナスマイナスだからプラス2っていうふうに変わります。これをまとめます。 2a-a だから a、 そして6プラス2だからプラス8、そして最後に代入なんですね。 a イコールマイナス3だからマイナス3プラス8で答えは5という形になります。いいでしょうか。じゃあ続いて28番見ていきましょう。はい、それでは例題の28番です。マイナス 3x プラス y マイナス15っていう式があるんだけど、これの項を全て書いてくださいって言われてます。問題になるのはこの項っていうのがわからないっていう人は、プラスマイナスを含めた一つの数字文字のまとまり、これを項と言います。なので 3x マイナス 3x っていうところで一つ、そしてプラス y っていうところで一つ、そしてマイナス15っていうところで一つ。なので今回はマイナス 3x と y とマイナス15っていう3つの項からなる文字式ということになります。なので答えとしてはマイナス 3x、 そしてコンマ入れておきましょうか、分けるためにね。プラス y、 プラスはあってもなくてもいいです。マイナス15、これで終わりということですね。じゃあ続いて29番いきましょう。はい、それでは例題の29番いきたいと思います。3a-3分の b-1、 この式において A と B の係数を答えなさいと言われています。係数っていうのはかかる数、つまり文字の前の数のことを言っています。だから文字の前に数字いくつかかってますかっていうことを聞いているわけですね。はい、なのでまず A の係数って A っていうものの前には3がついてます。はい、じゃあそしたらマイナス 3b っていうふうに言ってるんだけど、ここどう処理します？B っていうのは横に置いても上に乗せてもいいので、見やすいようにするとこいつってマイナス3分の 1b というふうに、横にずらすとここ 1×b だから1が上のところに乗っかりますね。はい、なので今回のこの係数っていうのはここの部分になります。答え、A の係数っていうのは3、そして B の係数っていうのはマイナス3分の1、これで OK ですね。じゃあ続いて例題の30最後いってみましょう。はい、それでは例題の30見ていきます。今回は文字式を使ったものの足し算引き算という話なので、しっかりとね、今までの政府の数、理解できてれば大丈夫だと思います。はい、まず括弧の1番 3x プラス 6x、 文字が同じものの場合足し引きが可能です。だから3プラス6だから 9x、 これで終わりですね。はい、2番目、 2a-7a2-7 だから今回文字一緒だから引き算して -5a、 これで終わりです。はい、3番目、7分の 3y-7分の8y、 y の文字同士一緒で分数も同じだから通分する必要ないですね。だから7分の、マイナスをつけてくださいね。8-3 で5で OK ですね。-7/5y、 これで OK です。これで例題の21番から30番までっていうところの解説は終わりにします。31番以降の動画、また自分の必要なところだけね、必ず見るようにしてください。それでは、解説の方はここまで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。